さあやっていきましょう。久しぶりでございます。どうもアザラシです。間が2月分が空いてしまった。今までここまで1月に1回は絶対に上げてきたこの焼きつくもしきよシリーズ、ついに2月分をなんとなくだらっと見過ごしてしまう。上げ遅れてしまった。ただまあほらあれだからね、これ言い訳にもなっとらん。今3月1週だから言い訳にもなったな。やめとこう。2月分あげられなくて申し訳ないです。そういうつもりじゃなかったんだけど、ちょっとなんかバーチャル YouTuber 化計画と自分で立ち絵な、千万じゃ何も作れ。バーチャル YouTuber 計画っつってね、そのライブ 2D とかいじってたんだけど、それができるようになったら動画を上げようと思ってたんですけど、それが裏目に出たね。あれこれもうやってたか、前回設定してから終わったか、なんで今日は2週分ぐらいやって実践に行って終わりにしようかなと思います。ライブ 2D の話を途中すっぽ抜けたな。ライブ 2D で横にね、なんか 2D のアザラシがこう顔を動かしながらやるのができるようになったらいいなって思って、あ、いじってたんだけど、ライブ 2D が難しくて頓挫しとる。でもいずれはやります。いずれはやる。フロストここに置いといて大丈夫？フロストもちょ、このメンツどうなんだろうな。うちの期待の堀田ひろしはさ、あげていいんじゃないかな。いいよね、この子は。この子いいよね。何がってか、まあ、体力があるのと回復力が B だから、まあいいと思うね。堀田ひろしはこれはいい選手になる気がする。誰だよ堀田ひろしって。ちょっとね、的山あたりはトレードの駒に出そうかな。的山あたりをトレードの駒に出して、的山と誰かあと一人ぐらい出してもいいな。ちょっと外野が飽和気味。おバンドを出してもいいよ。あ、でも人気 A か。出せんな。稲葉出したい。外野飽和気味かな。ピッチャーが多くて、だからうちの2軍にくすぶってるやつの一人ぐらい出して、バンドよりは藤本かな。ちょっと藤本は回復力 A、 投球 S っていう、そこはいいなって思うけど、藤本、的山を出して、難しいな。どこを取るのがいいのかな。近鉄あたりからの強奪もなかなか面白いっちゃ面白いんだけど、近鉄から欲しい選手がもうあんまりいないってところがあるよね。とりあえずガイド、オセアニアに。やっぱね、オーストラリアからいい選手が来るからね。焼きつくわ、もきつくわね。それだけ見てみる。新人の一応探索もしとくか。今年はどこだ。外野はもういるから、内野かな。とりあえず広く投手、まずは投手かな。指定なしで、まあ体力がとにかく重い球と疲れ知らずと、まあ、速い球投げるやとりあえずなんとかなるかな。速くて重い球投げられればまあなんとかなるかな。育てられるかな。どうしよう。阪神あたりになんかいい内野手いないかな。田中修太いいな。平尾いいね。平尾いいんだよな。でも金子誠がいるから、うちのチームにはまあ特にはいらないけど、
まあいいじゃないか。カーブ、キムタク欲しいね。キムタク30歳か。ちょっと30がネックだけど、内外野のユーティリティとして欲しくないかと言われたら欲しいって感じだね。キムタク、ときめきメモモリカサ、取れそう。新井さんとは取ってもしょうがないよね。田村はね、めっちゃいい選手になる。今後調子すげえな。24でその成績入ったばかりで。相川欲しいな。相川くれんかな、ベイスターズ。うちの年齢的に26ってのは非常に欲しい年齢層だね。マット今後野口と的山が衰えていった時、磯部が正捕手になっていって、磯部正捕手じゃキャッチャーとしての力がちょっとってなるから、その前に相川あたりでがっつりとがっしりと藤本と的山で取れんかな。あ、全然違うな。あと一人フロストつけてもいいよ。フロスト内野の要。三塁手は、まあ小笠原がいるからな。フロストどう？全然違う。フロストをオバンド、もう衰えが、まあでもステータス的には全然衰えてないな。奈良原まだいるんだって状況になってるな。あー難しい。一人出したい。石井博俊出したい。出そうかな、石井博俊。いらない。あ、よし、これでいこう。これでいこう。相川だけでいい。うちは相川だけでいい。大損で大丈夫。石井博俊。まあ、これでいこう。時間的にだいぶ食っちまったけど。トレード難航してましたね。やっぱね、焼きつくのこの辺花ですね。あ、選手の育成も楽しいけど、数年後を見据えた、選手の獲得をしていくっていうね。ここと飛ばします。あの、誰にどういう練習させるかちょっと飛ばします。カット。はい、ということで練習を一通り設定していきました。岩本勤カーン、関根フォーク、あとはね、この米田のね、米田哲也のアイアン投球っていう能力によって、あの、体力と球威を伸ばすっていうことができるんで、まあ、多くのピッチャーにはこれを適用してます。アイアン投球で特殊高地練習っていうのがあるんですね。そのために取ってるところがある。なんで、まあ、米田、立山はカーブだけど、あとの選手で、まあ、大体ね、このアイアン投球で体力と球威を伸ばしていこうというね。球は遅いけど球は飛ばないってやつ。投げる球は遅いけど球は飛ばない。そういう風なね。で、野手の方は、まあ、長打練習かな。これ、土井正造、土井正宏か。土井正宏の練習。まあ、このコーチ取ってるのは長打力を伸ばすためなんで、長打 S なんで、指導が。まあ、基本的には長打を伸ばすっていう感じでやってますかね。設定しました。小笠原とかね、BB なんですね、まだね、実はね。去年3割7分6厘45本打った男ですけど、BB なんで、もうちょっとね、長打を上げていってもいいのかなっていうね。で、小笠原の長打、金子も長打、清宮ね、何気にいいね。これ、肩が B になったら、いい選手だよ、この選手。うん。新人でここまでよく育ったなって思うな。まあ、現実の方のね、清宮はちょっとキャンプ出遅れをしてましたけど、まあ、順調に来てはいるのかな。うん、田中健介はね、とりあえずこれも長打上げるにしてるんですけど、肩が A ぐらいにならないと、やっぱショートを務めるには不安かなと思うので、これも B。
長打練習してますね。長打というか、まあ、筋力トレーニングで、フロスト、秘密兵器フロスト、これ、うん、多分長打しか鍛えないけどね。代打でぶん回してホームラン打てばいいってだけ。でも去年2本しか打ってないんだよな。で、森本ひちょりも長打ということで、長打というよりも肩の練習だね。ひちょりが肩 S がになったら、非常に三塁守ってて、三塁守らせておいて頼もしいよね。新庄は、まあ、もう肩上げ幅がもうないんで S なんで、しょうがなく高打練習してるって感じですかね。まあ、制球感 C なんで、これがもうちょっと B ぐらいまで来てくれればもうちょっと成績も安定するかな。でも去年3割打って38本持ってんだよな。やりすぎぐらい成績残してるわ。で、坪井はね、まあセオリー通りに行くなら高打力を上げていっていいかなと思うけど、まあ、肩がまあまだ B、まあ、呼吸 C が気になるけど、まあ長打がね、もう上がり幅がもうちょっとあるんでね、ちょっと長打上げていこうかなと。まだもう伸びしろあんまない、もう年齢的にも伸びしろないんで、こうだやっとく。稲葉どうなんだろうね。引退するまでにちゃんと活躍する場面を作ってあげられるかがちょっと不安になってくるわ。守備はまあまあかな、まあまあなってきたかな。ちょっと成績的に言うと、成績的にその高打が低いのを補えるだけの時間がないような気がするの。石本はそう、石本多分ね、選球眼 D をなんとかしようと思ってここを上げてるんですね。走力でもいいかもしれない。で、平下、これはこう、平下高打どうかな。長打でもいいな。平下長打にしよう。次回明日平下の長打にしよう。よし、 OK。 島田は取ったばかりしないとりあえず筋力筋力しない、全部マックスでやってるんで、まあ怪我人が出る可能性はあるけど、まあまあまあ。で、2軍にトレードに出す石井宏敏と藤本を落としてます。奈良原はもう年が年なんで、1軍でバリバリやらせてもしょうがないかなっていうことです。さあ、こんな感じでやっていきましょうね。2週間分やって、2週間の一番最後の試合をじっくり見ていこうかな。とりあえず先発ラリー、犠牲にする選手が欲しいけどな。今年はガンチャス投げさそう。すげえな。うちも打ったり、打ちまくって、小笠原が爆発しとるな。小笠原を2番に置く超攻撃打法打線。まあ、小笠原を2番に置きたいよね、ちゃんファンとしてはね。ちょっと清宮の話題をしていくか。清宮の話題を、今年まあ2月ほぼ語ることがないぐらい、いきなりね、3年目にして2軍スタートは多分初めてだったかなと思うけど、去年痛めた右肘の影響がね、右肘の影響が大きいということで、いきなり2軍、吉田輝星とともに2軍スタートして、いやーねー、現誠実、あんまり伸びしろなそうだな。で、25メートル、40メートルまで投げれるようになって、栗山監督からは実戦復帰はやっぱりちゃんと球が投げれるようになってからって言われてるんで、まあ、それまでは一軍合流もないのかなというふうにして見てますね。清宮推しじゃないけど、清宮シリーズってやってる以上は清宮に頑張ってもらわないと、まあ推しじゃないと言いつつ、頑張ってもらわないとっていう感情はなんか押し付けがましいけど、恩着せがましい、押し付けがましいけど、まあ、やっぱりやってほしさは、頑張れっていうか、
あドラ1だからやってくれよあんたっていう、いやでもどうなんだろう なんかそういうのってなんか嫌か、嫌だな、純粋に頑張ってほしいっていうのとは言い切れないところはあるんだけど、うん、やってくれなきゃ困るみたいな、ハムの将来を担っとる選手なんだからやってくれなきゃ、これがなんかプレッシャーかな。杉谷とかだったら頑張れってなるやん、でも清宮は純粋に期待値がでかいから頑張れがちょっと重いんかな、うん、なんか自分で今よくわからない解説をしてるけど、とにかくやってもらわなきゃ困る選手なんですわ、それがね。まあ実戦復帰してバッティングの方はまあまあ、ホームランこそ出てないものの、フリー打撃では柵越え連発してるし、飛ばす才能あるんだろうなと思うけど、今年のハムのね、ハムのこうラインナップを見て清宮やなって思うよね。うん、このラリーすげえんだけどな。うちの投手陣、去年の投手陣で見て、まあマシな選手はいないよね。こう見て翔太が 3.16 でまあまあかなってぐらいだけど、ガンちゃんに至っては防御率 5.68 だからな、よくこれで2位にくらりついたよと思う。抑えの守護神も 5.02 だからな、投手陣がめちゃくちゃすぎる。で、まあ、清宮がやってもらわなくちゃ困るっていうのは、まあ、中田翔さんが今年はいるから、今年もいるから、まあそんなには必要でないかなって思う部分もある、多少ね、そこまではいいかなっていうところはあるけど、そろそろ成績を残してほしいし、 DH としてね、ビアヌエバが、まあ、三塁か、そしたらまあ DH は開くんで、そこは清宮かなっていうとこだけど、まあ、DH 兼まさか読めゴン昇格かな、取れるもんなら欲しい、金ないけどね、ゴン、こういう網にかかったな、新外国人がっていうのを眺める瞬間は、焼きつくでもかなり楽しい瞬間のような気もする。普通の31歳、 CACA、 体力 C、 球威 C、 制球 C、 145キロ、あシュートとスライダー、サイストシュートスライダー、チェンジアップシュートスライダー、そしてスリークォーター、普通だな、うん、普通すぎるね。まあいたらまあまあ役に立つとは思うけどって感じかな。うん、まあその契約金を今うちは払えない、金がない。さあ、ラリーを投げさせてみますか。巨人戦なのに1万3000人しか集められてない、不人気球団なのではうちのチーム。まあ清宮ね、今年出てこなくてもいいのかな。横尾とかとの併用、ビアヌエバ横尾三塁、横尾、横尾と清宮どっちがいいかって言われたら、お、やった、ありがたい、ありがたい、臨時収入が7500万円、こんな7500万円でもありがたさしかない。さ、3人だってどんどん増えるね、外国人。カワード。ほう。カワード。光るものがあればカワードを取ってもいい気がするけど。サイドスロー32歳で万世タイプ、151キロのストレート。
これはね、いいね、カワードは。カワードはいいね。欲しい。欲しいけど、金がない。4月に乗って1億円ぐらいお金が残ってたら、カワード取ってもいいな、中継ぎで。石井博俊の穴を埋めることができるような気がする。うん、この時動画長いとね、カットカットって思うんだけど、そのカットしたところをせずに上げてる可能性がね高いんでね。関根、よし、ハッカミヤクルト戦って初めてじゃないか、もしかしてやった、この模式用シリーズでヤクルト戦ってやったことあるかな。さあやってみましょう、ヤクルト戦。1番真中、2番宮本ということでね、ラインナップ見ていきましょう。ピッチャーはハッカミ、ヤクルトファンでも多分ハッカミの存在しない人いると思う。キャッチャー古田ですね。ファーストペタジーニ、セカンド土橋、三塁岩村、ショート宮本、佐藤、真中、今の誰だ顔見て思い出せんな、誰だ、ちょっと待って、上田、うちの上田を送り込んだ上田がライトを守ってますね。まあ坪井は打つね。あれ、そうか、 DH 解除されてるから清宮、うい、清宮の打順が4番じゃなくなってる。まあオープン戦だからいいでしょう。オープン、そのハム内的には6番、普通に組んだら6番ぐらいの打順って言いますな。普通に組んだら6番、ヒット、真中が中に出場して、2番、宮本といったらあれだよね、結構バントの記録とかも持ってたよね、バント数の記録、世界記録かなんか。河合が持ってて、その後宮本が乗り換えたんだっけかな。あ、バントは宮本でいいんだっけ、多分ね。なんかバントってあのね、戦略的にどうのこうのよく言われるけどね、自己犠牲というか自己犠牲の精神がどうのこうのって言われるけど、まあ戦略としてどうなんだろうね。得点効率とかっていうのを指標的に表すと、確かにバントってなんか一つのアウトを献上してしまうから、まあ、良くないっていうのも分かるんだけどね。でも何が何でも1点が必要な場面っていうのもプロ野球にはあるから、ね、でもバントしても得点効率が大して上がらないっていう説もあるんだよね。だからワンナイトノーアウト1塁のランナーのまま打たせた方がいい場合と、バントしてランナーを2塁に置いてからの方の確率と、ただバントにも失敗する可能性とかさ、あと無駄にストライクを増やしてしまう可能性、これはどう考えられてるのかなって思うよね。ね、2ストライクまでバントの構えをして、で3つ目の2ストライク追い込まれてから、まあ、めちゃくちゃに振って凡退するっていうパターンってよくあると思うけど、そういうのってあの指標的にはどういうふうに現れるのかなって思うね。うん、バントはまああんまり意味ないかなと思うけど、まあ、全然打てないバッターにはさせたいって思っちゃうよね。ダメだ。うい。6番古田か。もう古田も結構年なんだな。この時点で結構ね。全盛期なら4番を打ってもいいぐらいだもんな、古田ってな。あれ負けてる、なんだかんだ打たれて負けてますね。関根が、うちの関根が、ピッチャー、うちのチーム、ピッチャーが弱いよね。ピッチャーが弱点になってるよね。ガンちゃんがエースだからか。清宮の打席を見ていきましょう。久しぶりに清宮、まあでも一応起用は期待はしてます、清宮に。一応はね、今年まあ出てくるのは難しいかなと思うけどできてほしさはある。てか出て
来れるだけのものを持ってるとは思うし、王を超える選手になってほしいんだから、まあ3年目そろそろやっぱりその王のホームランのペースに追いついてほしいなっていうのがある。3年目ぐらいはまだね、王貞治もそんなに打ってないからまだ追いつけるんだけど、4年目5年目ぐらいか、40本50本打っていかないといけないってなるじゃん。そういう風な選手になってもらいたいっていうのはなかなか酷だけど、なってもらいたいっていうのは、フルタイででも金子誠で盗塁がする成功するゲームなんですよ。これがね、焼き付くのね、あのもう一つだなって思う、肩の強さ的に、うん、金子誠で古田から盗塁は多分実際はできんかったろうと思うから、走者有利すぎる。リアル路線によるなら盗塁をしない方がいいかなって思うぐらいだけど、やっちゃうよね。やれると分かったらもう手が癖で、速いランナーが塁に出たら手が癖でつい盗塁させてしまう。こことかも通りできると思っちゃう。新庄だから、新庄で古田から塁を盗めるんですわ、余裕でね。さあ3ボールとなったので清宮に長打を狙ってもらいましょう。ダメだな、なめぶされた、今ペタジーになめぶされたよ。やろう、絶対負けんぞ。関根を5回までな、あ、アウトにした。やるね。関根を5回まで投げさせてますね。まあ体力あったから、まあ投げさせても大丈夫かなと思って投げさせてるけれど、どうかな。ただ高橋聡か、最初の紹介の時高橋って言ったかな、佐藤って言ってなかった。うん、関根ちょっと厳しいな、打たれてますね。5回持たんか、うん、持ってる球的にはそんなに悪くないかなと見てるんだけど、そんなに5回3失点ぐらいで抑えてくれるって、なんならもっとこう、うん、もっとかなって思ってるんだけど、さあ代打フロスト見てみた。五十嵐防御率 1.74 になる、はあ、変化球はさ、フォークとカーブしかないんですよ。これで防御率 1.74 が出せるか、うん、フォークかな。いや、これ外野フライ、センターフライかな、うん、見てってよかったね。1番金子誠、これちょっと、うん、どうかなって思うね。コンピューターの打線の組み方で適当に組ませると、金子誠を1番にしちゃうんだけど、これがちょっとどうかなっていうところだね。金子はやっぱ9番を打ってほしい、9番でのんびり打たせたいよね。これが間違いだよ、もう1番金子が今日の試合、それが全ての間違いよ。ちょっと若手はまだ育てたいかな、ちょっと矢野、若手じゃん。なんかこの矢野チャトシって犯罪を犯してなかったっけ、違う人だっけ。もしも犯罪を犯してなかったら風評被害だから言うのやめとこうか、次回まで調べとこう。坪井はいいな、坪井はやっぱ坪井一番だな、うちのチームはね。坪井一番出塁して盗塁して2番小笠原っていう、このパターンだね。だ実質今日の試合2番の坪井が1番みたいな感じだな。ホームラン素晴らしい、得点の形ができてる。
バンド、あ、新庄、藤井秀吾、藤井、ハムにもいた藤井ですね。あ、あ、清宮1打席でアウト。藤井が長継ぎできてるね。あの当時はアホって呼ばれてたな。AFO って書いて藤井秀吾ね。まあ、アホだから仕方がない。みたいな。なんだっけ、まあ、ネット上でね。ネットというかその SNS の使い方が下手だったみたいな感じがするよね、うん、まあ当時はまだまだネットの走りみたいな感じでいろんな使われ方が今もそうか。ダルビッシュがさツイッターでさ暴れ回ってるのをさ後の人たちが見たら絶対あれ良くないよって言うよね。恥ずかしいよね。野球選手はまあ野球やってればいいのよって思うけどな。まあそれは自由か、本人の自由ではあるけど、成績残せば全てが許される世界だから、まあ芸能人よりは言っても許されるかなとは思うけど、野球選手の方はね、どんなボロクソなことを主義主張してても、まあ、 成績さえ良ければ全てが許されるっていう世界ではあるなと思うけど、磯部がね、いいよね。もっと磯部を、楽天のレジェンド、楽天レジェンド磯部、確か初代選手会長で、なんか最近なんかの番組で磯部がやってるわけじゃないか、でなんか出てたねって番組でね、居酒屋かなんかで出てた、主審ではなかったと思う。楽天のレジェンドの割に待遇悪くねと思いながらその番組見てた磯部、あんまキャッチャーの印象もはやない、はい、さあ金子だ一番に置いてごたこはダメだぞ、ダメだからな、その気合の入ってない目がごたこだ。どうしたんだ金子で、つぼい対左だったわけだから、今のところとかもね、藤井が投げてて右の金子なんだから、これでまあ成績残せないとなると、うーんってなるわ。いやー、ここ打たないと打った。おつぼいすごいな。で、新庄です。お、あ、もうまた左ちゃん、加藤博人、あ、小笠原じゃない、小笠原でしたわ、てっきり新庄だと思ってた、小笠原でした。まあ左タイミングあんまり関係ないからね、小笠原私かだったかな。ああ、対右コーダが圧倒的に良かったわ。左はあんまり得意じゃなかった。これ的には、このゲーム的には。さあ、おバンド、長打狙ってみましょう。この加藤を。失敗。ブランデンちゃん。ちょっと、ほったり投げさせてみるか。どんなもんか。堀田です、うちの秘密兵器、1年目のオフにドラフトで取った堀田博士、まだまだ高卒3年目、でもこれ早熟タイプなのかな、だったかな、だからあと 2,3 年のうちに頭角を現さないとキャリアとしてはしょぼくなってしまうね。早熟普通か、普通早熟のタイプは早熟持続っていうね、早く成長して長く成績が落ちないというか、その能力が落ちないっていうタイプなんだけど、堀田に関しては成熟普通だから、早く、お、初芝がなぜか役に立つ、早く成績が上がるけど落ちるのも早いって感じの成長曲線を描いてしまうので、まあ、線香花火だね、花火みたいな選手ですね。
うん、まあそうは言っても、そうは言ってもこの清宮シリーズ10年20年としてと続けていくシリーズではないと思うので、まあ、活躍する場面多分作れると思うけど、うん、よし、よい、よい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 、掘った。さあ9回表、最終回の表ですけども、この回に得点を入れないとさあもう勝ちはなくなってしまうと。抑えにレモンがちょっと不思議だね。レモンって先発じゃねって思ってすんだけど、まあこの選手も多分ヤクルトファンでも知らないような選手だと思うな、思うけどもね。さあレモン2ストライク追い込んで3つ目ストライク三振で清宮、清宮もここまで4タコ長打狙ってホームランでいい場面ではあるが、ストライク、まあ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 、まあ、あれ2ストライク、ストレートで簡単に追い込まれて長打狙いなのに、ここまで一球もスイングしていない、その消極性大丈夫かな。あでも、あま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 あ一応選手交代、キュミューから石本、石本で盗塁、うん、田中健介に代打は出せないか、今のうちのチーム事情だと。というかまあ奈良原が2軍にいるから、田中健介の代わりに代打出した後ショートを守れる選手がいないかな、かな。田中健介のところにショートに金子誠を回して、セカンドの代役いたっけかな、いないね。あ実はセカンドがいないのか、うーん取っといた方がいいね、セカンド。あ仕方ないね、ここで松山いるから代打出せるけど、平下か稲葉か、稲葉出そう、稲葉出して次の回松山をキャッチャーで出すか。 OK、 いやこんなオープン戦で、あでも敬遠の後靴に構えた、ヤクルトに恩返しをするんだ稲葉。はっはっ吉永、大栄の吉永といえば今は亡き松田巨人、松田うさぎが俺は吉永に似てるっていう、そんなエピソードがあります。いえいえ、これファーストどうすんの、石本。ファースト守れるやついねえ。となると、あ、ダメだね。はぁ。小笠原をファーストにして、三塁を森本にすれば、小笠原ファースト守れるから、三塁を森本にすると。こういうことですね。てか小笠原やっぱ守備悪いな、サードに置いてるのは非常に原作再現というかリアル再現をしてるけど、焼き付く的には微妙だったな。ナイス守備、いいよいいよ小笠原。小笠原をね、うちのこのチーム事情っていうか清宮をファーストで使っていこうと思ったらやっぱりサードでしか出せないよね。それが問題が大きいとは思う。開始早々に守備位置をコンバートしたもんだから守備の練習をさせなくちゃいけなかったんだけど、でも清宮の育成のことを考えたら長打の伸びるコーチを当てなくちゃいけないってことで、最初に見つけた土井正晴を起用してしまったもんだから、守備を
鍛えるコーチではなかったから、小笠原の守備をサード守備を見てあげれるなかったんだ。だから小笠原のサード守備には目つぶってひたすら打撃練習させてたって結果、打率は3割7分45本打つような選手にはなったけれども、守備がね、守備がひどいことになってる。まあ引き分けだ。視力を尽くして引き分けだな。まあまあまあ、いい試合だったね。いい試合だったね。よし、じゃあまあこんな試合でしたということで、ヤクルト相手に、まあ、こういう感じになっちゃうっていうのは、まだまだうちのチームが弱いってことを表してるね。打撃は素晴らしいんだけど、やっぱ守備、ピッチング、投球、投手陣、ここが弱いなって気がするね。でも現状それを打破する方法は特になしというね。とりあえずここまで、今日はここまでにしますかね。はい、まあ久しぶりの野球つくということで、肩慣らしつつ、清宮はね、3月中旬に、まあ、守備も含めた実戦復帰をするらしいんで、まあそれもなんかこう話題にしていければいいかなと思います。それを受けてまだ動画上げて、でまあプロ野球開幕に合わせてまだ動画も上がっていけたらいいかなとは思うけど、まあ、コロナウイルスとかでね、皆さん自宅で謹慎っていうのかな、いたりするんでね、なんか面白いコンテンツを上げていければいいかなとは思うんですけどね、この間にね。でも毎日野球つくの動画上げようかなと一瞬思ったけどね、毎日この野球のその野球つくの試合の風景を流すのやろうかなと思ったけど、流す動画をさ、でもまあ見る人いないよね、そんなにね、とためらってやめたって。まあまあまあいいや。はい、じゃあまあ健康に気をつけて、ほなまた。